心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。相方のバスケットボールキング村上です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。そして、先週に引き続きまして今回も、ゲストとしてマリピさんにお越しいただいております。マリピさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうですか、先週に続いて。いや楽しいです、ね、最高です。まあ天気は全然変わりませんけど。あら、うん、服も変わってないかも。服も変わってませんけどね。はい、私も変わってませんけどね。はい、どうですか。いやもう時間が足りないですね、うん、前回も含め、うん、もっと喋りたいっていう気持ちがあるので。今日ももっと喋ってください。わかりました、お任せください。全然いいですから。楽しみです。ね、ということで前回に引き続き、うん、おじさんたちの小話はもうちょっとショートカットして、いやいや本編に入ろうと。そうですね、はい、もうリアクション上手でいきたいと思います。もう本編は全部丸部さんにお任せしますということで、はい、丸投げ会をスタートしたいというふうに思います。はい、それでは島田のマイクスタートです。島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。はい、ということで改めまして今回はゲストとしてマリピさんに、お越しいただいております。マリピさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回配信日が8月の8日ということでパリオリンピックも佳境に差し掛かるというタイミングですね、うん、まあ、バスケ男子決勝は10日、女子決勝は大会最終日11日ということになりますしね、いよいよということですけども、オリンピックが終われば B リーグ開幕もそう遠くない時期になってきていると、うん、早いですよね。早い、ということで今年もそんな激動のオフシーズンとなっている B リーグですが、開幕に向けてマルピさんにある企画をご用意いただきました。それではマルピさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。題してマルピがプレゼン、ファンブースターの皆さん、そして島田チェアマン、りそなグループ B リーグ 2024-25 シーズン、ここが注目ですよ。バスケそして B リーグを愛する、うん、大好きな私が、うん、新シーズンのマルピ的注目ポイントをご紹介させていただこうという。聞きたい。ここの場でプレゼンするっていうのは本当にファンの皆さん怒らないでくださいという感じなんですけども。いや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 、知りたい知りたい。ありがとうございます。まあ、初めにこの島田のマイクを普段聞いてくださってる方はきっと B リーグが大好きな方ばかりだとは思うんですけれども、この私が出ている回では、うん、もしかしたら B リーグをまだあまり見たことがないよっていう方もいるかもしれないので、初心者の方も含め、うん、まあ、そもそも B リーグの魅力ってどんなことかなっていうのを私から紹介させていただきたいと思います、うん、第一に、うん、室内で見やすい、うん、まあ、あとは席の種類がたくさんあるっていうところが、うん、まあ、他のスポーツに比べてもすごく利点だなっていうふうに思いますし、うん、室内っていう部分でいうと暑い寒いっていうのがなかなかこう、ね、他のスポーツだとあったりするとは思うんですけれども、うん、女性なんかはおしゃれしてこられるっていうところも着やすいポイントかなって。そこね、本当に思います。私がそこリアクションする。いやでもそうですよね。島田さんちょっとごめんなさい、出過ぎました。いやいや、でもそれこそそこをチェアマン的にも、うん、はい、プッシュされているのはファンとしても思いますし、うん、ファン側もそこはありがたいなっていう思っている部分ではあると思いますね、うんうん、そしてバスケは展開が早い、うん、まあ、点がとっても入るので、うん、瞬き厳禁なんてよく使われますけど、うん、まあ、本当に瞬きしてたらあれいつの間にかもう次の攻撃になってるなんて思うこともあるくらい、時間は長いんですけれどもずっと楽しく見れるスポーツだなっていうふうには思います、うん、あと今シーズンというか、まあ、昨シーズンですね、 2-3-2-4 なんかは接戦がすごい多かったというふうに思いますし、さすがですね、本当実際接戦多かったんですよ。いやそうですね、その傾向データ見ても多いんですよ、ね、いや本当に思います。まあ後にも話しますけど、うん、移籍の関係で均衡、うん、まあ年々均衡しているとは思いますし、うん、ジェマンの施策でもどんどん均衡させていくっていう部分もあると思いますので、うん、まあもっと接戦が増えていってもおかしくないっていうシーズンにはなると。お嬉しい、お墨付き。やった、はい、すごいな。まあ、さらにはあと選手のとの戦選手と私たちファンとの距離が近い、これは物理でも対応としても書かせていただいたんですけど、
コートからの席、一番前の席なんか本当にちょっと触れちゃうんじゃないかなくらいの近さもありますし、あと SNS 上でも、結構富樫選手とかは筆頭ですけど、返信返したりだとか、SNS の活動とかでもこう対応が他のスポーツだとあまりこう厳禁とされてるんじゃないかなって思うくらい、いい意味で近いなっていうふうに思います。チェアマンも近いですし、いやでもSNS はね、やっぱりなかなかね、攻めてますよね。いや私が発信するのやりますよ。はいはい、もしも結構返信っていうか、ファンからやったら返しますか、あんまり SNS 上ではしづらいでしょ。そうですよね、しづらいです。私も発信はするけど、コメントにやるとほら誰かにコメントして誰かに返さないとかになってくると全部しなきゃいけなくなっちゃうから、したいなと思うときはあるんです。ありますよね、あります、あります。これはちょっとなんか誤解されてるなみたいなのもあるんだけども、それできないから、だから勇気とかはね、ああいうふうにどんどん行くじゃないですか。だからあれすごいなと思ってね。まあでもこうプラスに働くような SNS の活動、それこそ富樫選手もむやみやたらにっていうわけではないと思うんですけど、それによってこのバスケ知らない人がなんだこの人みたいな感じで、こう盛り上がってるのもいますし、そういう点でも楽しいリーグなのかなっていうふうには、そうですね、そこはありますね、思います、お友達に返すよ。いや本当にまあそのバッと返します。あれだけすごい選手なのに親近感が湧くっていうのもまたいいところかなっていう。あれでもファンは嬉しいっすよね。とっても嬉しいですよ。私も返してほしいと思います。ちょっと嬉しい人も当然ねいるけど、はい、なんでしょうか、こうジェラシーというか、あーって、私も欲しいなみたいな、両方あるだろうから、そういうの考えちゃうとね、なかなか難しくなるんだろうけど、でも彼なんか間がよくやってますよね、本当に、そういう部分もありますし、あと最後に言わせていただきたいのは、応援が分かりやすい、ここ一番プッシュしたくてですね、私他のスポーツも見たりもするんですけど、なかなかコアなファンの方とかはこう応援歌だったり、例えばその会場に何度も足を運んでないとわからないような応援の仕方っていうのがあって、初心者にはちょっと現地で見るの難しいなんて思ったりするんですけど、B リーグはアリーナ MC だったり、あとアナウンスでそれこそルールを説明してくれたりとか、初心者が現地に行ってもわかりやすいっていう体制をもうどこのチームでも行ってます。リーグ全体でそういう政策が行われているので、バスケを見たことない人こそ現地で見てほしいというか、ハマるきっかけになるのは現地だよっていうふうに思うので、その点今聞いてくださってる、もし B リーグを見たことない方はこれを聞いて現地にぜひ、2425シーズンは行ってほしいななんて思ったりしてます。どうでしょう今のところのプレゼン、この残りますよねこの応援ね。あ、そうなんですよね。どこの応援好きですか？そうですね、でも迷う、応援となると、やっぱりキングスのゴーで、全体を巻き込む感じは、やっぱりアウェイでもホームでもすごいなっていうふうには思いますね。あれはすごいですよね。耳残りしますよね。残りしますし、CS チャンピオンシップなんかでは桶谷ヘッドコーチの顔を模した紙をあげたりとか、ああいうのもそれこそファンの方が配ってっていう形だったので、初心者の方も一緒になってこう盛り上がれたりっていうのは、すごいなというふうには感じました。みんな個性があってね、残るんすよね。そうですね。私なんか京都とかすっごい残りますね。ゴー京都ハンナリンズはね、リズムの感じとかですね、もう1週間ぐらい残りますもん。行った後行った後確かに確かに大変ですよ、京都行った後。でも確かにすごい耳に残りますね。いやでも本当にその応援もしっかり、初心者の方でも楽しめるリーグじゃないかなっていうふうには。まあでもいいとこ、あれいいとこ突っ込んでるんじゃないですか。ありがとうございます。やっぱ室内で見やすいっていうのは、そのね、野球サッカーとかはどっちかというとこう屋外だったりするじゃないですか、だからバスケはね、その中では室内だから、演出とかエンタメというか、そういうね、室内もやりやすいから、かつその温度調整だったり、風吹いたり雪降ったり雨もないから、なんか特に女性にはね、やっぱり優しい会場ですよね。本当にそもそも平和ですもんね。平和です、平和です、お子さんもなので来やすいっていう部分もあると思いますし、チームによっては、そういうご家族でも座れるような席とかもあったりする、アリーナもあったりするので、本当にどなたでも楽しめるような
かなっていうふうには。素晴らしいな、これ。これぜひね、今日多分マルビファンがね、うん、たくさん聞いてると思うんで、見たことない人がいると思う、この説明を聞いて、ぜひね、この最寄りのね、多分推しになるなりゆるね、クラブが近所にあるはずだから、そうですね、行ってほしいですよね。ぜひ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 今シーズンからね、はい、はい、よろしくお願いします、はいはい、そして新シーズンのニュース&注目ポイントを挙げさせていただこうと思います。来たね。ここはもう山ほどあるので、本当に抽出したものっていう形にはなってしまうんです。はい、まずエース級が抜けたチームが多い、これは個人的に思っておりまして、ニック・ファジーカス選手は引退という形で、川崎を抜けてしまったりだとか、新しく、ね、昨シーズンでいうと阿部選手が仙台をこう引っ張ってくれていたりしたにもかかわらず、今度は移籍っていう形でとか、もろもろ他のチームもエース級に活躍していた選手が抜けてしまうとなると、じゃあ今シーズンというか、2425シーズンはどんなチームになるんだろうっていうところでも、ワクワクする部分は多いなと思います、そしてパリオリンピックを経た日本代表選手の躍動、もう本当に新規の方も増えたと思いますし、結構代表選手はそれぞれ全然違うチームの選手が集まってるので、その選手を追いかけて推しチームを作るのもありだなっていうふうには思います、そして試作も兼ねてではありますけれども、新アリーナが設立されたりだとか、しかもB3 まで配信で見れるようになったりだとか、結構抑えている。いやー、これはとってもありがたい。ここは大事ね。いやー、大事です。それこそ島田のマイク、ちょっと何回だっていうのは忘れちゃったんですけど、その話もされてる回もあるので、もし聞いてない方は聞いてください、渾身のね。はい、だってなんか我が町のすぐそばにチームがあってっていうのが、ね、B3 だったりとか、そうそうそうね、まず、そう、B3 っていうそのカテゴリー分けされていて、本当に各地にチームがあるので、まず行ってみようっていう形で行けるとは思います。そして、B リーグを経て NBA、横浜の河村勇輝選手、富永選手もいらっしゃいますけれども、B リーグからっていう部分で言うと、いつか NBA でがっつり、躍動する河村選手が見たいなとも思いますし、横浜は今一時離脱はされていますけど、それでも、森選手筆頭に横浜のカラーが出るチームになると思うので、そこも期待、そして、メインになってしまうのかな、渡辺雄太選手が帰国、千葉強いみたいなみたいな部分が、まとめさせていただくと注目ポイントにもなるのかなって思うんですけれども、そう思うとね、はい、そのグループ B リーグ2024-25シーズンということで、まずね、待ち遠しいですよね。いやすごい見どころいっぱいですもんね。でもいいとこついてますよね。本当ですか。さすが、本当よくまとまってますよね。でもこれ初心者というか見たことない方でも、びっくりしちゃうようなニュースというか、NBA っていう単語がこの B リーグを語る上でこんなに出てくるっていうシーズンは、初めてだと思いますし、これを聞いて気になる人は、私は一番聞いてほしいのは島田ちゃんの中期の1時間くらいの配信なんですよね、計画のあれ聞くとマニアックね、オタクになれるよっていう。マルピの間はマニアックの間じゃないの。マルピの間はマニアックの間、B リーグ中期経営計画、ありがとうございます。そこも掘っていただいて、ちゃんとお聞きいただいてるということでね、いや本当に楽しいですので、B リーグ、しかもここまで赤裸々にというか、チェアマンが言うリーグって他にはないと思うので、ぜひぜひ興味持ってほしいなと思いますし、 B リーグが好きな方でも、なかなかそこまで見ないよって方も全然いるとは思うので、私と一緒に島田のマイクをいっぱい聞こうねっていう話です。ありがとうございます。 PR までしていただきたいですよね。そして新シーズンで注目すべきチーム、そうなんです、挙げていただいてますけど、本当を言うと全チーム、時間があれば全チームの注目ポイント挙げたかったところなんですけども、3チーム挙げさせていただきます、まず越谷アルファーズ、今シーズン昇格して、しかも B
B1 の経験者をがっつり補強という形で、私が特に注目したいのは渋谷から来た菊池選手だったり、あとは広島横浜から来たカイソット選手、このあたりはもう即戦力ですし、越谷には井上選手とね、代表でも活躍されてたような日本人ビッグマンもいる中で、バランスのいい、これ初年度でなかなかこう5割勝率を5割超えるチームはいないなんていう話もありますけど、新シーズンになってから勢いよくいい調子を上げてくれるんじゃないかなっていう期待はできるチームじゃないかなっていうふうには思います。間違いない。そして、サンロッカーズ渋谷、ここはもう昨シーズンもすごく注目されていたとは思うんですけども、タレントがすごかったわににはというか、ファン的に言わせていただくと、後半の渋谷が前半も見たかったっていう部分、ただ知り上がりにね、そうですね、どんどん良くなってきて、さらに阿部選手であったり、KJ が戻ってきたケビン・ジョーズ選手だったり、あとトラビス選手っていう補強もね、すごいので、前半から昨シーズン以上の活躍を見せてくれるんじゃないかなと思っております。そして、千葉ジェッツ、これあんまり理由述べてもしょうがないくらい、その渡辺雄太選手もありますし、琉球の田代選手が来たりだとか、さらにはね、オーストラリアからオグ選手だったり、若手でいうとブルース選手も来たりしたので、華やかなチームになるなっていうふうには思っているので、この3チームが個人的注目チームなのかなと思っております。島田チェアマン的にもこの3チームすごい注目ポイント多いかなとは思うんですけれども、いかがですか。そうですね、ジェッツはね、渡辺雄太選手が入ってね、もう本当になんかタレント軍団に、ね、なったんで、こういう、かつてこうなんていうのかな、スーパースター軍団みたいなところが、でもな簡単には、ね、勝ててないっていう、ね、こともあるんで、これはどう仕上がるかっていうのは注目ですけど、個人的にはやっぱこう越谷とか滋賀のように、昇格組がどうその上のカテゴリーにアジャストするかっていうのが毎年注目してると思います。で結構今回越谷はいい感じでやってるじゃないですか、派手さはないんだけどいい感じで補強してるんで、どんな風にね仕上がっていくかっていうのがちょっと注目っすよね。いや本当にネギバンバンですから、ね、いやあれは可愛いですよ、行ったらね買わなきゃみたいな気分になりますよね。そうそうそう、本当に越谷界隈のねスーパーではもうネギバンバンがねもうネギコーナーにこう置いてあるんじゃないかって、私が勝手にこの間言ったら置いてありませんってねちょっとクレームが入ったんです、すいません。でも置いてほしいですね、訂正してお詫びしたいなって、はい、いやでもそれで言うと滋賀も戻ってきてくれて、 B1 にっていう部分で言うと、 B2 の時の方がこう入ってるね、ファンの方の数も増えたりとか、さすがねしてるっていう部分で言うと、戻ってきてさらにパワーアップするっていうのは間違いなしですし、正直その昇格組なんて言われたりしますけど、そこはもう実際そんなのはなしというか、B1 に入ったらもうっていう部分はあると思うので、逆に言うとその昇格組ではなく、もともといた既存の B1 のチームは負けてられないみたいな気持ちでできたいななんて、ファン的にはそうね、はい、楽しみね思ったりしております、はい、そして最後に、見てほしい試合、もう全部見てほしいんですけれども、上げさせていただくとするならば、開幕から2試合上げさせていただきます、まずは先出し開幕戦、群馬対広島、ここは昨シーズンの優勝チームが広島ですね、広島と、その広島から、ヘッドコーチが群馬に移籍、これはっていう部分もありますし、横浜のヘッドコーチ、さっきのヘッドコーチだった青木武人ヘッドコーチがアシスタントヘッドコーチに群馬に入ったりだとか、そのチームの長がガラッと変わった群馬対広島はね、ヘッドコーチにもうありがとうございますみたいなファンからしたら、まだ見れるんですね会場でっていう感じありますし、指定対決ですからね。そうです
ですよ、ね、しかもそれが先出しという形で、うん、もうその試合しかその日はないっていう形になるので全員が見てほしい、うん、試合にはなると行きますか。行きたいとちょっとその先のスケジュールになっちゃうので、うん、もう私はだいたいシフトにここだけの話、うん、マネージャーと共有してるシフトがあるんですけども、うんうん、まあ、開幕戦だったりどうしても行きたい試合のところは、うん、仮のゾーンがあるんですね、うん、仮で入るよっていう、うん、そこに書くんですね、うん、もう仕事も決まってないのにここ開けてくれると言わんばかりの、うん、書いてはいるので、今マネージャー横にいるんですけど、見てもらったらもう書いてあります。なるほ なるほど、はい、行きたいですもんね、これね。行きたいです。ましては地元ですからね。そうですね、群馬が地元なので、ね、そしてアリーナもすごく、うん、オープアリね、オープアリかっこいいので、うん、ぜひぜひ見ていただきたいなと、ね、公共の場でマネージャーにプレッシャーがかかってましたからね、はい、うん、これはぜひ開くんじゃないか、ぜひ流してください、うん、よろしくお願いします、はいはい、そして私ここも注目しているんですけども、うん、強豪チーム対決、千葉ジェッツ VS 宇都宮ブレックス、これはファンの方からしたら当たり前に注目しなきゃいけない試合もうだとは思うんですけれども、うん、新アリーナの初の公式戦としては初、うん、そして、まあ、代表のエース格の比江島選手だったり富樫選手の直接対決が見れますし、うん、まあ、こうも私的にはポイントだと思うんですけれども、NBA 経験のある、うん、まあ、田臥選手と渡辺選手もいる、それぞれのチームにいらっしゃるっていう部分、うん、話題のこと書かないねこれ本当ですよね。でブースターの方も熱いと、評価のある2チームとしてもあるので、うんうん、現地はもう聞こえないんじゃないですかね、アリーナのアナウンスが聞こえないぐらいの盛り上がりを見せてくれる試合なんじゃないかなと思っております。以上マルピ的注目ポイントでした。素晴らしい、ありがとうございます。ということでいかがでしたか、この流れるようなプレゼン。すいません、すごいねもうね、よく見てるよねよくしかもそのなんていうんですか、うん、知らない人がそのポイントを分かりやすくというか、うん、こうマニアックな内容にもかかわらず、ね、分かりやすく説明を、うんうん、こうなんていうんですかね、このやっぱ愛を感じますよね。愛を感じます。この取り上げていただいてるネタが、うん、こうマルフィファン的なこうバスケにあんま触れたことがない人でも、うん、なんとなくね、こうギリ差し込めるような、うん、プレゼンでしたね褒めていただく日だ、今日嬉しい、ありがとうございます。まあ実際もっとこうコアというか、うん、本当に見てる人しかわからないような部分も、うん、言いたい部分もたくさんあるので、あるよ、ね、それは、うん、いつかそれこ そ, そ, れそれ、ね、シーズン中だったりとか、うん、お仕事もそうですし、うん、X のスペースとかでよく配信したりしてるので、うんうんうん、プラス仕事のマイクにもさ、うん、ぜひコア会っていう形で読んでいただけたらなっていうふうにも思いますし、うん、私含めこう、うん、Bリーグを見ていただけたらもっとコアな部分を楽しめるかなと思うので、そこは、うん、ぜひ新シーズン楽しみに来ていただければなっていうふうには了解しました。思います。すいません、島田ティアマンの前でこんなプレゼンするなんてプレッシャーの与えられる仕事が投げられた時にどうしよう、断ろうかなまたくらいですよ。楽しかったです。いやいやいや、もうね、面白かったです。本当ですか？本当に。ありがとうございます。でもやっぱこの NBA 経験した田臥、渡辺雄太、うん、この辺はね、田臥選手も出てほしいですよね。せっかくなら、まあ、出てほしいなっていうふうには思いますけど、やっぱ試合に出なくても田臥選手はすごく目立つので、見かけた時なんて、うん、もちろんこういうお仕事の場では田臥選手ってお呼びしてますけど、うん、田臥がいるみたいなファン的には思っちゃうくらい今オーラ放ってますの で, はい、はい、ですね、ぜひ見てほしいなって放ってるよね。放ちますよね、うん、本当に。まあでもこれ今見てもさ、群馬と広島と千葉と宇都宮とかさ、うん、見て、まあ、千葉がそういうね、まあ、評判高いけど、うん、宇都宮だっても盤石だからね、うん、でどんどん群馬もめちゃめちゃもうなんていうんですかね、こう勝ちたいよっていう気持ちがこぼれ落ちてるランキングをつけるとするならば、もう群馬がもうトップオブトップじゃないかっていうぐらい勝ちたいオーラが出まくってますよね、この補強に。うん、で広島はディフェンディングチャンピオンとしてね、プライドもあるだろうし、もうこの今4つ挙げてくれただけでも
もうどこが勝つか分かんないって言ってまだ上げてないクラブもたくさんあるわけだからね。確かに。いや楽しみじゃないですか。カイルミーンってどこですか、勝ちジャケは果たして馬部に返還されるんですか、ね、この間会見で ね, ね、辻選手はね、辻選手がおっしゃってますね、うーん、なんて言うんでしょう、うーん、本人聞いてみましょうみたいな。なんてくるかね。方言的なものは？そうなんですよね。辻選手が地元が群馬じゃないっていうだけじゃなくて、うん、群馬って思われてるほど方言が強くなくてですね、うん、なのでジャケほどインパクトのある、いや、ジャケ声はないですよ。そうなんですよ。ジャケ声はないと思う。いや、なのでどうなんだろう、ないのかもなんて思って、たりは普通に勝ちましょうとか言ってたね。普通じゃん、ね、逆にいいかもしれない。もうあり得るかもしれない。確かに、うん、部分はありますね。ダンベとかになるんですか。でもし言うとしたら、うん、勝ちダンベ、うん、なのか、うん、あとはあたりはしますけど、まあでもカルミリがヘッドコーチが作る群馬っていうのもね、すごい楽しみですよね、うん、いや楽しみね、チーム楽しみです。はい、はい、ということで改めてこう、ね、丸木さんに注目ポイントを挙げていただきましたので、うん、リスナーの皆さんも、ね、うん、何かこうお友達とか知人に、ね、うん、B リーグ紹介しようかな、うん、ぜひ今回の注目ポイントをご活用いただければなと。そうですね、はい、もうこれをまず今日なんていうかね、マニュアルにしていただいて、うん、ぜひ、うん、で布教活動で、ね、うん、みんなで B リーグを盛り上げていこうということに使っていただければなというふうに思います。はい、島田のマイク、島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。はい、ということでエンディングですけども、アルピさんがオールスターで決意を決めて、はい、ファイナルで声をかけて実現した島田のマイクの出演ですけども、うん、いかがだったでしょうか。あれ、次のあれはないんですか、収録は。ありますから。あ、よし、やったー、うん、有言実行、うんうん、素晴らしい、ね、うん、いやでも本当にあっという間の時間で足りなかったなっていうのが、うん、まず率直な感想ですし、うんうん、いや本当に B リーグって面白いなって改めて紹介とかしてても水野晴郎さんみたいなんですね。映画って本当にですねっていう本当に楽しかったですし、はい、私が一番言いたいのは、うん、島田のマイクみんな聞いた方がいいぜっていうところなんですよ。これ聞いてる人は聞いてるよっていう話だと思うんですけども、うんうん、布教活動 URL をねコピーして、うん、ありがとうございます、送りゃ一発で聞けるぞっていう話、うん、もういろんなところで聞けますからね、本当です、うん、なので、うん、私もまた出させていただきたいなっていう気持ちも込めて、うん、皆さんこの回布教していただければ実現すると思うので、うん、また皆様もよろしくお願いします。ぜひ、ね、力強い、もう嬉しいね。もうみんなにねこう配慮していただいてね、いや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 、楽しかったです。気配りのねマルピというとね、ありがとうございます、はい、どんな風に今シーズンというか新しいシーズンをまた B リーグ見ていきたいとか応援していきたいな、今後こんなとこ盛り上げていきたいなとかありますか。そうですね、私毎シーズン言わせてもらってるんですけども、うんうんうん、選手の皆さんを注目するのはもちろんなんですけども、うんうん、ヘッドコーチだったり、うんうん、ファンブースターさんの動き方であったり、うん、チームの施策であったり、うん、選手の方以外の部分にも魅力がとっても詰まってるリーグだと思うので、うん、まあ、その点すごく調べると楽しいよっていう、うん、リーグだと思うんですね。見ても楽しい、調べても楽しいっていう、うん、リーグだと思うので、ぜひ私と一緒に、うん、私も行っていくので、ここを見たら楽しいよっていう部分を言っていくので、うん、新シーズンからでもぜひぜひ B リーグもっと好きになってもらえるなっていうふうには思います。嬉しいな、はい、素敵なゲストをお迎えしましたけど、島さんいかがでしたか。本当に良かったね。よかったね、嬉しい。本当にね、ありがとうね。いや楽しかったです、本当に。いや普通のファンの一人みたいな。最高の笑顔をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあぜひね、次のまた収録でお会いできればと思いますね、うん、ありがとうございます。調整しておきます。あ、よろしくお願いします。また、ね、はい、会場でもね、はい、あった場合もその場で撮るかもしれないですから。あ、うん、そうか、それこそ興奮冷めやる感じ。そのままでね、ちょいちょいやりますから、はい、回しますから、うん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 、ぜひそういうこともありますから、はい、うん、よろしくお願いします。その時のほらほら熱量があるからね。、うん、楽しみにして、はい、はい、改めてありがとうございました。ありがとうございました。
島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。そして島田のマイクで現在配信200回を記念した公開収録への参加応募を受け付けています。詳細は配信の概要欄、バスケットボールキング公式 X などでご確認いただけますので、まだ応募されていない方はぜひそちらをチェックしてください。皆様のご参加をお待ちしております。丸美さん、言い残したことないですか？楽しかったですはい、楽しかったです。いただきました、はい、島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と、相方の村上と、マルピでした。また来週。お聞きいただいたコンテンツは制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。